ディアムーンは、日本の奥万長者、前沢智作により構想、出資される月旅行ミッション券、アートプロジェクトである。前沢自身のほか数人のアーティストとそれに1名か2名の乗組員が、スペース X 社の宇宙船、スターシップにより、月を周回して地球に帰還する民間宇宙飛行を行う。プロジェクトは2018年9月に公開され、 打ち上げは2023年以降に予定されている。宇宙船内で演奏する様子、ディアムーンは民間人による初の月集会の宇宙プロジェクトである。打ち上げには、スペース X 社が2021年現在、開発中の宇宙船、スターシップが用いられる。乗員は、前ー自身の他に工房などにより集められたアーティストらが予定されている。 ミッションのコストは1000億円ほどと推測されており、前沢が全額を負担する。宇宙を舞台にした世界初のアートプロジェクトで、アポロ計画でアポロ17号が月面着陸して、以来の有人月旅行となる。当時は冷戦の最中で国家の威信をかけていたが、今回の計画は民間資本で実施される。かつては超大国であったソビエトでさえも、 月への有人飛行を計画したものの技術的な困難により失敗した。現在では民間主導で有人月飛行が進められ、実現すれば人類史上に残る快挙となる。月金棒を飛行するスターシップディアムーンでは自由帰還軌道と呼ばれる月を回る軌道が用いられる。スターシップは打ち上げ後は月に向かう自由帰還軌道に乗り、月の裏側をめぐって地球に帰還する。 この軌道は初期の月探査機でも用いられたもので、軌道に乗った後はエンジンを噴射せずとも地球に帰還できるため安全性が高い。ミッション期間は約1週間を予定している。前沢自身のほか、数人のアーティストが乗船する。2018年の計画発表当初は各界を代表する最大8人の世界的なアーティストを招待するとしていたが、 2021年3月に最大8人の同乗者を世界中から公募することが発表された。スターシップが分離する様子ディアムーンの宇宙船としては、スペース X 社が2021年現在、開発中の超大型ロケットである、スターシップ、スーパーヘビーが用いられる。スターシップは、最使用ロケットの2段目県有宇宙船であり、スーパーヘビーにより打ち上げられた後、 月へと向かう。スターシップは最大100人の乗員が搭乗可能で軌道上で燃料を補給することで月着陸を行う能力も持つ計画だが本ミッションでは燃料補給を行わずに直接が月道に向かう。ありがとうございます。